お疲れ様です、皆さんです。先日上げたこの動画でも話した通り、僕はですね、財布をなくしました。はい、その財布をなくした時に、いろんなことに困りましたので、ぜひその財布をなくなった時に、見る動画として、ぜひ確認をしていただければと思います。はい、財布をまだ財布なくしてない人も、こういうことは気をつけておいた方がいいよっていうことがあるので、ぜひ最後までご覧いただけるといいかと思います。はい、財布はね、なくすと本当につらい。財布をなくした状況っていうのはお話しする必要ないと思いますので、なくなったと気づいて以降どういうことをやったかっていうのをちょっと共有したいなと思うんですけれども、まず財布に何が入っていたかっていうと、免許証、保険証、クレジットカード、銀行のカード、交通系 IC カードですね。あと現金が入ってました。でクレジットカードは会社のコーポレートカードっていう会社から貸与されているクレジットカードもありました。なので会社員の人はちょっと気をつけてもらいたいんですけど、コーポレートカードがなくなると結構大変です、本当に。クレジットカードが入っていたのは楽天 と、SBI のデビット機能付きの、キャッシュカードですね。これはクレジット機能がついてます、2つとも。で銀行のカードは楽天銀行、みずほ銀行、あと地元の地銀の西日本シティ銀行っていうのが入ってました。と免許証、保険証ですね。でコーポレートカードだったんです。僕が電話したのはまず楽天、自分のクレジットカードを一発目に止めました。楽天はですね、電話するとですね、クレジットカードと銀行カードがありますって話になりまして、どっちのカードも止めてもらいました。はい。で、電話内で、確認事項を確認されて、そのまま再発行ができます。で費用も、銀行の残高から引いてくれるってことになりましたね。はい、そう、楽天は比較的再発行が楽でしたね。でその後にコーポレートカードを止めました。会社のカードですね、止めました。ちょっと振り返るんですけど、コーポレートカードの電話をする前に警察の方に到着したので、警察で、遺失届を出して、で遺失の番号をもらってます。でこれ以降のところはですね、遺失の番号が必要だったんですけど、で楽天の方にも遺失の番号は後で教えてくださいと言われたんですよね。なので警察に行った時の番号が必要になってくるので、それは必ず受け取っておきましょう。じゃないと再発行はできない可能性もあります。はい、皆さん、もし持たれているコーポレートカード持たれている人、ちょっと心に手を当てて考えてください。どこのカードですか？わかります？例えば JCB とかあるじゃないですか。実は僕のコーポレートカードは JCB のカードだったんですよ。で、JCB の問い合わせ窓口っていうのが、だいたいカードの裏面に書いてあるんですよ。そのカードの番号を自分のプライベートの携帯と会社の携帯2つともに、実はそのカードの裏面の番号を入れておきました。会社からの指示ではなかったんですけど、何かあった際、よく出張に行くので、何かあった際に問い合わせをしようと思って電話番号入れてました。そうだったので、どこのカードかっていうのは覚えてなかったんですけど、問い合わせ先の番号だけあったんですよ。電話をして、そしたら JCB ですって言われて、そう。で、会社名を言って、自分の、氏名を伝えたら、一応止めることができて、再発行もその場でできました。JCB のカードはその場で再発行できましたね。一応コーポレートカードだったんですけど、再発行できました。で、その後すぐに上司に電話をして、で、上司の方から、必要なところにエスカレーションしてもらうっていう流れですね。結構これがね、肝でしたね。クレジットカードをまず止めましょう。警察に行く前。次は SBI に問い合わせをしました。で、SBI に関してはデビット機能っていう、その口座の残高分は、使える機能がついてるカードだったので、それは止めないとまずいなと思って次に電話しましたね。
SBI は、携帯で SBI の紛失って調べて電話したところ、 SBI はですね、カードを使えなくする、利用を止めるっていうところをまず電話で受け付けてくれます。カードももし誰かがATM に突っ込むとですね、そのまま吸い込んでくれて出てこないみたいですね。基本的にはどのカードも利用を止めたらそういう対応にはなってるようなんですけど、住信 SBI ではそう言われました。で、ただ電話では再発行は不可ですっていうふうに言われました。まあ親切なのか不親切なのかちょっと置いておいてですね、まあネット銀行なので、自分でマイページにですねネット経由でログインして、そこからネットのページから、その紛失再発行ってボタンがあるのでそれでやってくれってことでしたね。なのでログインできることが前提です。まあ、ネット銀行なのでね、結構ログインをされる方結構だ、ね、まあ、いらっしゃると思うので大丈夫だと思うんですけど、ネット銀行使われてないとか、あんまりそのマイページにログインしてないよって方は気をつけてくださいね。そのカードのその券面の番号以外にユーザー ID で、あとはその ID のパスワードと、あと別にですね、ウェブ取引のパスワードなんかがあって、結構パスワードがいくつもあるんですよ。なので一度ですね、そういうネット銀行を使われてる方で最近ログインしてないなっていう方に関しては、ぜひ一回ログインして、ログインできることは試しておいてください。この機会にぜひうなさんからのお願いというか、うなさんとのお約束です。はい、ね、元気出していきましょう本当に。でそれでですね、SBI はウェブでログインをして再発行のボタンを押したら、残高、銀行の残高から引かれて、再発行ができる形になります。確か1100円だったはずですけどね、まあ、たまたま全部下ろして残高がその1100円ない場合は再発行できませんってことです。なのでその場合はカードがないんでね、振り込みができないんで、まあ、違う銀行からちょっと振り込むなりの対応が必要になってくると思うんで、結構アクロバットなことになるんで、ログインのページと少なくとも1100円は入れておくっていう風にしておきましょうね。はい。あと不要だったらもう使わない、何ですか、並行なんかまたエッチなこと言いそうね閉じちゃうのもね、銀行のその口座閉じちゃうのもね、ありだと思いますんで、ぜひそういうところも検討してみるといいかと思います。はい、次に SBI、住信 SBI にかけたってことですね。で、次にかけたのはみずほでした。はい。次はみずほ銀行にかけました。まあ、みずほ銀行はもう本当銀行のキャッシュカードだったので、まあ、それの再発行の連絡をしました。不正利用もないってことを確認したので、対応できましたね。みずほ銀行は電話だけで完結できました。はい。でその後に、地元の銀行の西日本シティ銀行ってところにかけたんですけど、まあここが厄介で結構トラブルにここなりまして、後々トラブルになったんですけど、電話をしてまずそのキャッシュカードに関してはもう使えなくしますということで電話口で言われました。はい。でそれは良かったと。で再発行に関してはその銀行の通帳と届け印を持って、実際の実店舗に行ってくださいと、どこでもいいんで実店舗に行ってくださいって言われました。まあまあそこはもう仕方ないだろうってことで、まあその店舗に行ったんですね後日。平日何日もお休みを取るわけにはいかないので、西日本銀行のキャッシュカードの再発行と免許証の再発行一緒に行ったんですよね。同日に行ったんですけど、まあ、免許証のね再発行がまたこれ大変でして、警察で遺失届を出したときに警察でこういう証明書もらわなきゃいけないんですよ。その免許証のね、の紛失をして、
今困ってるよっていうその届け出書みたいなものがあるんですけど、これもらってください。これもらわないと、再発行がスムーズにいきません。で、これはもう僕もらってたんですよね。免許証の再発行はですね、僕が住んでる福岡市はですね、平日しかダメなんですよ。免許の更新であったりっていうのは土日もねやってる曜日もあるみたいなんですけど、免許証の再発行に関しては平日だけってことで、それも平日の受付時間決まってですね、朝の9時半から10時半で、次が2時から3時、14時から15時らしいんですよ。でこれがまたトラップだったんですけど、ホームページ、運転免許証のホームページにはですね、13時半から14時って書いてあったんですよ。ね、こう書いてあるでしょ。実際行ったら14時から15時なんですよ。いや、13時半から14時って書いてあるから行ったのに、ね、掲示が14時からって書いてあるから、もう困りまして、こっちも。どうしようかな。まあまあ。なんで困ったかって言ったら、その13時半にの15分前に行ったんですよ。13時15分に行って、で、いろいろね、手続きスムーズに行くように、いろんな、ね、入院紙とかあるじゃないですか。ああいうのを買って、申請書も書いて、13時半になったらすぐ出して、で、免許証の再発行がまあ1時間あっても、14時半からその免許場の近くにあるですね、西日本シティ銀行に行ってカードの再発行をお願いしようと思ってたところ、14時から15時なんです。でも銀行って15時に閉まるじゃないですか。いや、どうしようかなと思って、そしたら先に銀行に行ったらいいっていうことになりますよね。で、西日本シティ銀行の電話のオペレーターさんから、僕はこう聞いてたんですよ。財布をなくしたんで、再発行が必要ですっていう言うと、通帳と印鑑持ってこいって話だったでしょ。で、通帳と印鑑持って行ったんですけど、実は身分証明するものがいるって言われるんですよ。ほうと。っていうか、免許証がいりますっていう話なんですよ。で、免許証ないと。じゃあ保険証でもいい。で、保険証もないと思う。困っちゃってですね。で、運転免許試験場の方でも、まあ身分証明しなきゃいけないんですけど、まあ年金手帳とか、そこは、ね、通帳と、例えばガスの、その支払い、伝票なんかがあったら、2つあると証明できるってことで、僕は通帳と電気代の、請求のやつと支払いのやつを持っていったんですけど、それを出したんですよ、ね、運転免許試験場でもこれを出すからこれでどうだって言ったら、絶対に免許証じゃないとダメって言うんですよ。免許証か保険証じゃないと、特にその顔写真付きの免許証がいいですって言われて、待てそれ先にね、確かに行こうと思ってたけど、でもそれが必要なら言ってくれればいいじゃないかって話じゃないですか。で、言ってくれなかったんで、もう困ったなってことで、もう仕方ないからトンボでまたその運転免許試験場に戻りまして、先に一気にね免許の再発行をやりまして、でその後西銀の窓口に行ったって流れなんですよね。結構ね、困りましたね。だからね、皆さん気をつけた方がいい。確認しなきゃいけないし、結局最初にね再発行しなきゃいけないんだね、運転免許証ですよ。マイナンバーカードがある方はそれでいいんでしょうけど、マイナンバーカードをなくす、ね、してしまう方もいるでしょうから、とにかくできれば顔写真付きの身分証明書をまず再発行する、それからさまざまな手続きに移る、まあその再発行の手続きに移るっていうのが必要になってくるような感じでしたね。結局電話窓口で済まないものっていうのは発生してくると思うので、それは先に、免許証を
再発行した上で次のところに行くっていう流れを取った方が後々スムーズですね。はい。でした。今回の Tips をまとめますとね、まずコーポレートカード持ってる人はコーポレートカードの問い合わせ先っていうのは入れておきましょう。ご自身でそのどこどこのカード、どこどこ発行のカードかっていうのがすぐに頭に入ってればいいんですけど、なかなかね普段使ってないものを財布、お財布に入れてると頭の中に入ってないこともあるでしょうから、コーポレートカードの問い合わせ先をまず入れておくのが1個目の Tips だなと思いましたね。で2つ目の Tips としては、まず免許証の再発行に行きましょうってことですね。免許証のが必要になってくるんですね。違うものの再発行に財布を丸ごと落として免許証はないのに無慈悲に免許証出せって言ってくるんですよ。無慈悲ですね。びっくり本当に。はい、そうなので困っちゃうんで、とにかくまず免許証の再発行に行きましょう。はい、で Tips3 つ目、最後の3つ目なんですけど、これはね皆さんのその考え方一つなので、それはね難しい部分もあるでしょうけど、特に独身の方ね、親元を離れた独身の方なんかは親からねお金を受け取るにしても、だって銀行の口座カードがなかったりするんですぐに受け取れなかったりするじゃないですか。なので多少の現金は置いておきましょう。キャッシュレス社会においてキャッシュがないことでこんなに苦労したことはなかったですね。はい、たまたま僕はですね本棚の裏に置いてたんですよ。へそくりじゃないんですけどね、置いてたんですよ。こうやってねある程度入れてます。ある程度、おすすめはしません。やっぱなくなることもあるし、あと今円安ガンガン進んでるんで、現金をね今日本円を持っとくことってリスクでしかないので、あんまりおすすめはしないんですけど、ただ僕みたいに急な出張で例えば本当にね1週間まるっと行ってこいと、で家にいないんで結局クレジットカードって本人受け取りしかできなかったり書き留めで送られてきたりするんで、まあ、僕がいないと受け取れないんですよね。でなったらこのままね、明日から僕出張に行くんですけど、免許証と地銀とあとこのね、交通系 IC だけなんです。でなった時に困りますよね。めちゃくちゃ困る本当に。たまたま本当に現金をお家に置いてた、何かあった時のためにって言って置いてるんですけど、これはね本当に助かったなと思いましたね。通帳から下ろせはするんですよ。でも例えば楽天とか住信 SBI とかネット銀行をメインバンクにしてる方だとその通帳っていうものがなかったりすると思うのでね、物理の通帳がないとすぐさっと下ろせない場面も出てくるのでですね、このあたりはね気をつけた方がいいですし、まあ、多少の現金を置いておくと、これこの現金をまあねこの交通系の IC に入れてで移動すると比較的ピッピ楽だと思うので、こういうのは、ね、気をつけた方がいいなと思いましたね。はい、以上です。一番気をつけなきゃいけないのは財布を落とすなってことなんですよ。そうなのですべてのカードをね一つの財布に入れてた僕が、まあ、良くなかったなと思うので、その辺は反省をしながら次のトラブルを防いでいきたいなと思います。はい、まあ、一番はね物を取られると心が辛い。取られたんじゃないかもしれない。本当にね、物が自分の体からね離れてなくなっていくとね本当に、ね、辛かったですね。翌日も探しに来ました。3時間ぐらいその辺りねうろうろしていましたけど、やっぱりないし、未だにやっぱり警察の方からの連絡もないですし、まあ諦めてます。
そう、前を向いてね生きていかなきゃいけないなと思っておりますので、ぜひ皆さんに共有したいなと思ってお話をしました。はい、僕のチャンネルって結構初先輩方多いですし、結構いろんな経験されてる方いらっしゃると思うので、コメント欄にこういう風に危機を脱したよとか、っていうのがあったらぜひ書いてください。概要欄にそれをですね正しく構築していって、一番いいマニュアルを、ね、概要欄に作っていこうと思いますので、ぜひそれにご協力いただければと思います。まあ、うなはこういう風にやりましたので、ぜひ参考程度にされてみてはどうでしょうか。長くなった以上です。チャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。財布の管理は気をつけて。じゃあね。